続きましてですけど、今年私たちがやるドン・フランシスコっていうショーの曲についてなんですけど、いろいろネタバレをしていきたいと思います。もうシーズンも始まってないんですけど、どんどんネタバレしていきましょう。じゃあまず M1 なんですけど、 M1 で使ってる作曲家さんとその曲ちょっと教えていいですかね。M1 の曲なんですけど、作曲家さんで言ったら滝廉太郎さんと、ベノ・ジュトラス、そして G プレイさんというユニットのバンド、そうユニットマンの曲目が頭が豊穣の月を演奏します。豊穣の月です。教科書紹介してるね。大体最後に実はその滝廉太郎さんって実は豊穣のゆかりのあるんだけど、滝廉太郎さんの工場の月って、なんか モチーフって言ったら、実は大分の。そうですね、大分の、竹田町っていうところにある、岡城跡っていう、昔お城があったところなんですけど、そこの地域に、滝廉太郎さんが一時期いて、その時に岡城と工場の月みたいな、月を見て、ね、見て、こう、見に来た曲だと思います。もともと才能豊かな方で、幼少期。かけたりするさって、その時に才能を見出されたっていうことね。まあそれが大分にゆかりのある音楽です。スタートはいきなり大分スタートで、その次に流れる、まあ、ファーストプッシュに使う曲なんですけど、ベノ・ジュトラさんっていう曲で、ダンシング・オーダーっていう曲、マカオとかでやられてるステージみたいに使われてる音楽で、それが水にまつわるようなことしてみんなそれを使います。ベノ・ジュトラさんといえば知ってる方はね、某ムード・ソレイユさん、カナダのムード・ソレイユさんすごく耳なじみもあるかなという曲、すごくキャッチーで僕好きなんですよね。で、ファーストプッシュが終わった後が、ジークレスさんというユニットのグループの方が演奏してるゴエモンっていう曲で、まあ、それをちょっとこう聴いたらこうリズミカルでこうバックテンポな感じで、まあ、ちょっとこう日本風な音楽。ジクレフさんはですね、ゴエモンって曲に限って和楽器と弦楽器、バイオリンとか、要は和物の楽器と洋物の楽器が混ざってる、そんな演奏をされてるんですよ。ゴエモンって曲ぜひ皆さん聴いていただければと思うんですけど、非常にこのショーに合ってるんじゃないかなと。ぜひ聴いていただきたいし、できれば一緒に演奏できればと。そのゴエモン帝国をしてる時が、まあ、ポルトガルから来た人たちと、まず日本の人たちが一緒に初めて会って、そこからこういろんな教えをこうもらったり学んでる最中をイメージして、今日もちょっとこうテンパップみたいな感じです。 M2 なんですけど、いいっすね、はい、M2 がですね、大島みちるさんという方の作曲の風笛、NHK の朝のドラマで流れてたので、それは本当にいいですね。とにかく感動的なハーモニー、綺麗な曲ですので、まあ、どんなアレンジになっているかはぜひ見学会に来ていただければと思うんですけど、もう元々の編曲も素晴らしいので、ね、シーンとしてはシーンは、ここでキリスト教だったりザビエルさんからキリストの教えを学ぶっていうをイメージした。で、まあ、そこの時点でドン・フランシスコっていう名前をいただくようなシーンでした。なるほど。別の動画で言ったんですけど、大友宗麟さん西洋音楽を初めて、まあ、そんなシーンにもなるのかなっていう感じなんですけど、日本に新しい風が流れてる風の曲をですね選びました。ですはい、これいい。さて、はい、ここからはガラッと雰囲気です、はい、M3 ですが、はい、どんな曲？作曲の方がショスタコーヴィッチさん、ロシアの方です。曲名が、弦楽40奏第1番、はい、なんでこの曲を選んだのか。ですね、まあ、シーンで言うと、大友宗麟さんがキリスト教だったり新しい文化っていうのをこう広めてる中で、やっぱりそれをよく思わない家臣がいて、まあ、じわに家臣だったり、まあ、やっぱ違う国から来た文化とかっていうのを受け入れがたい人たちが何人かいて、それがこうどんどん集まっていったりをイメージしてます。だからその全てうまくいくわけではなく、途中で反乱を起こそうとしかしても出てくるわけです。なので M2 からゆっくりした曲からいきなりバイオリンが入ってテンポが上がって、ちょっと何かあるんじゃないかって雰囲気がします。そうですね。
原曲聴いてても本当にちょっと荒々しいというか、まあ戦ってますよね、完全に争いが起きてるのがこの M3。 はい、はい、さて、はい、はい、争いが起きました M3 ですが、はい、最後に M4、はいはい、こちらはですね、曲はどなたの曲はですね、沢野ひろゆきさん。おっと、結構有名なアニメ音楽だったり映画音楽を曲名が、TKT っていう曲なんですけど、この曲はなんでその沢野さんの TKT という曲を選んだのかっていうところなんですけどね、はい、まあ大分にゆかりのある今年は勝負する大分県の日田市出身の漫画家さんの進撃の巨人っていう、最近ね、完結しましたけど、有名な、アニメで使われてる曲を紹介します、ね、あの土屋くんの影響で僕もですね、最近になって全部見たんですけど、やばい進撃を、宣伝する動画じゃないんだけどまああの、そうですね、その TKT っていう曲なんですけど、ぜひ本当それもね、はい、原曲もぜひ聴いていただければ、シーンとしてもね、そうですね、あのアニメの中で使われてるこのショーでもなんかちょっとマッチした感じ、うん、ショーとしてはどんな、そうですね、まあ、家臣だったり大友総理の考えをよく思わない人たちと、まあ、反乱があった後に変わりゆく時代の中で大友総理と他の人たちがどうその時代を生き抜いてきたのかっていうのをイメージしたようなシーンです。そうやって文化が混ざり合っていろいろあった先にその時代を生きた人たちがどんなところにたどり着いた、まあ、あのちょっとアンバーオリジナルのショーにもなってるんですよね、うん、で、まあ、最後は TK の TK、それが、まあ、カンパニーが終わった後にちょっと違う展開で流れたりします。このエンディング初めて聞いた時どう思いました？あ、これやられた、やられましたよね、ちょっとですね、これは私、早く演奏したいぜひちょっと一緒に演奏できればと思いますし、見学会でしたり、まあ、我々の本番も見て生でねいただければと思います。はい、我々の動画を見ていただきありがとうございました、今後もですね、いろいろな形で、まだシーズン始まってないですけど、ネタバレを用意していこうと思いますので、ぜひこれから動画をよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。バイバイ。